はい、ワッツアップこんばんは、ロリチューブのお時間です。今日はですね、日米文化比較の話をまたちょっとやってみたいなと思います。最近ね、視聴者さんで、まあその日米の文化の違いの話とか、すごい面白く見てくださってるっていう方がもういらっしゃったので、まあちょっと調子に乗ってね、また、まあ10年もアメリカにいると、もう話したいことっていうのはね、正直話しきれないぐらいいっぱいあるんですけれども、まあちょっとね、また調子に乗ってお話しさせていただこうかと思います。よくね、文化の違いっていうのが分かりやすいなと思うのは、自分はやっぱり交通手段、電車とか、車の運転の仕方とか、そういうのを見ると分かりやすいなと思うんですけども、まあ、最近ね、運転してて、日本の高速道路ですね、高速道路運転してて、まあ最近煽り運転なんか結構問題になってて、結構注意書きの張り紙とか目にしたりするんですけども、でもね、車間をやっぱり取らないでピッチリ詰めてくる車とかが結構ね、目についたんですよね。で、例えば車間を取ってる、みんな取ってると。で、そうするともう早く行きたいと。追い越し車線に、まあ、ある程度、ね、何台かいると、そうすると自分の後ろにぴったりくっついてくるんですよね。まあ、ぴったりくっついてくるから前に行けってことだと思うでしょうけども、そうすると車間が、まあ、短くなってきて。危ないわけですよね。だからまあそれは気にしないでずっとそのままにしてると、走行車線の方からまあ遅い方の車線にわざわざ行ってグッて抜いて、でその間にこうやって入ってくるんですよね。でそしてまた前の車にぴったりくっついて前行けみたいな、まあそうやってどんどんなんですかね、まあマラソンみたいなみんなしてたら、その後ろからこうやってプレッシャーかけてって前をどかすっていう、そういう手法なのかもしれないんですけども、でそれで気がついたのが、まあ昔もねと思ってたんですけども、結構日本だと高級車、本当に1000万円ぐらいするような輸入車とか高級車のドライバーの方とかが結構ね多いなっていうか、偉そうだったりそういうプレッシャーかけてくると、そういうなんか多いような気がするんですよね。でアメリカっていうか、まあニューヨーク、自分はまあ7年ぐらい運転してたのかな。で、ニューヨークでは、まあ逆な感じがしたんですよね、当時。で、そういう高い車とか高級車乗ってる人のがなんかおおらかだったり、まあ優雅な感じでちょっと運転しないと逆に恥ずかしく見えてしまうような、そんななんかね、空気っていうか風潮を感じました。で、むしろね、そういう、なんていうんですか、なんかプレッシャーかけたり、ちょっとマナーの悪い、品のない運転するドライバーの、そういう車の方がね、結構傷がいっぱいついてたりとか、まあ、安かったり、ボロボロの車の方が、そういう運転する人が圧倒的に多く、まあ、もしかしたらね、ニューヨークの道がデコボコで、傷つきやすいんで、車も。傷みやすいから、高い車乗る人は、車を大事にしてるだけなのか、ちょっとわかんないんですけども、でもね、なんかとにかく自分の感覚だと、いい車乗ってる人のが、高級な車の人のが、ちゃんとマナーを守らないと恥ずかしいっていうのは、そういう、多いのかなっていう印象でした。で、それからお礼ですよね。日本だと割り込んだり、割り込みっていうか、車線変更したくて入れてもらうと、まあそのハザードでチカチカしてお礼をしなきゃいけないっていうか、まあほとんどの人がそれやってますよね。よく見ますけれども。で、ニューヨークではその7年間ぐらい運転して、まあ2、3回、本当数えるぐらいしかね、見たことはないですよね。だから、あ、もしかしたら日本人のドライバーなのか、癖でやってんのか、アジアのね、地域の出身の方なのかな、なんて思ったり、勝手にしてたんですけども、で、日本だとね、ちゃんとやっぱりお礼しないとむしろ怖いっていうか、まあ、紳士的な風に見えて、すごい恐ろしい人が車をね、止まった時に降りてきて、てめえこの野郎みたいな、来そうな。まあ、自分もね、昔若い頃ありましたけどもね、ちょっと間違っちゃったのか、なんかちょっとしたミスがあって後ろの方が怒られて、こうやってドア開けられて、ガーンってドアねぶっ壊れるぐらい思いっきり閉められて、まあ殴られたりはしなかったんですけども、まあだからちょっとそういう日本だとお礼もしなかったりとか、なんか間違ったりミスがあると、そういう恐怖があるような気がします。で、ニューヨークはね、まあお礼は気にしないっていうか、例えば強引に入れてもらったとしても、それお礼しなかったからこの野郎って、そういうのはあんまりないんですよね。だから見返りを求めるような親切はないっていうか、まあ、見返りを求めるつもりで親切なことを別にしてないのかなと思いました。その代わり、マナーが悪い、
まあ、日本の基準で言うとマナーが悪く見えるような、まあ、人とか運転とか多いわけですよね。でそこにいちいちそのインテリヤクザみたいな人が腹を立てないと。っていうのはまあそのマナー悪い人たちが多すぎるので、まあ、日本の基準で言うとマナーの悪い人が多すぎるので忙しすぎていちいち腹を立てる暇もないっていうことですよね。だからまあ大まかにまとめるとやっぱり日本はねルールとかもきっちりあったりマナーもあってそれを守ると偉い人が多いなと思うんですけども、その反面ちょっとそこからはみ出た時には指刺されて怒られたり、まあそういうまあ嫌がらせっていうかそういうこともあると思うんですよね。そういうプレッシャーがあるかなと思います。で今この緊急事態宣言出たところですけども、やっぱりねマスクをちょっと道歩いて通りでもそんなに人がいないようなところでもしてなかっただけでもちょっと指刺されちゃうとか、あの人はみたいにっていうのはやっぱり日本は結構そういう、まあ、自粛警察でしたっけ、そういうのもなんかちょっと日本的だなと思うし、まあ、厳しいわけですよね。ちゃんとしっかりマナーもいい人がいい分その分厳しいっていうか、で反面アメリカはなんか結構、まあ、いい加減だったりマナー悪い人もいるけど、まあ、シンプルでちょっと適当でいいっていうか、そういう気楽な感じはあるなと思いますね。まあ、そういうところもそういう文化の違いとか習慣の違い考え方の違いなんかもやっぱりねジャズとか、まあ、いろんなさまざまな文化に影響があるんじゃないかなと、関係しているような気が自分は思います。はい、今日はですねちょっと最近気になった日本の高速道路での危険な運転を、通してねちょっと日米の違いについてお話しさせていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。